変わっては職員インタビューです。申し込み制健診についてのご案内です。健康推進課原口さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。調布市ではどういった健診を行っているんでしょうか。はい、調布市では胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、肺がんの5種類のがん検診や歯周病検診を実施しています。検診によって特定の年齢ごとに市から個別通知をしているものと申し込みにより実施しているものがあります。では申し込み制検診とはどういったものなんでしょうか。はい、申し込み制検診は個別通知をしていない年代の方を対象として実施している検診です。今年度8月20日から申し込みを受け付けるのは胃がん、大腸がん、子宮頸がん、前立腺がん、歯周病検診です。またこれらの検診に加えて胃がん検診に内視鏡検査、歯科検診に後期高齢者歯科検診を実施しています。それぞれ対象年齢が決まっていますので、司法やチラシ、ポスターなどでご確認をお願いします。検診はどうして必要なんですか。はい、まずがん検診ですが、がんは日本人の2人に1人はかかると言われている病気です。一方で医学の発展により早期に発見し治療することで治る確率は高くなってきています。がんを克服する最大のポイントは何といっても早期発見、早期治療です。また歯周病は40歳以上の方のおよそ8割がかかっていると言われ、歯を失う一番の原因です。最近では歯やお口の健康が糖尿病や心臓疾患、脳梗塞など全身疾患と関連が深いことが分かってきました。後期高齢者歯科検診では食べ物を飲み込む機能を確認する嚥下能力検査と噛む機能の検査を受けることができます。オーラルフレイル、お口の虚弱状態を予防して生活の質の向上を目指しましょう。がんや歯周病は早期発見、早期治療が大切なんですね。では申し込みと受診の方法について教えてください。はい、はがきを健康推進課宛にお送りください。またインターネットによる申し込みも可能です。はがきの場合は氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号と胃がん、バリウムもしくは内視鏡検査、大腸がん、子宮頸がん、前立腺がん、歯周病、後期高齢者歯科検診のうち希望する検診をご記入ください。インターネットによる申請の場合は都内の自治体で共同運営する東京電子自治体共同運営サービスのホームページにパソコンからアクセスして申請してください。申し込み期間は9月24日金曜日までです。お電話での申し込みはできませんのでご注意ください。申し込みをした方はいつ受診できるんでしょうか。はい、受診可能な方には11月中旬ごろご案内と受診券を送付します。ご案内に同封されている指定医療機関で受診してください。受診期間は令和3年12月1日水曜日から令和4年3月15日火曜日までです。詳しくは司法8月20日号で検診の種類、対象、申し込み方法などをご確認ください。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、病気は症状が出てからでは手遅れになってしまう場合があります。症状が出ていないうちに治してしまうことが大切です。また日頃の生活習慣を見直すことが病気の予防につながります。さらに検診を積極的に受けることで
ご自身の生活習慣を振り返るきっかけになります。自分はまだまだ元気と過信せず、定期的に検診を受けてください。健康推進課原口さんにお話を伺いました。